アーミッシュはアメリカ合衆国のオハイオ州、ペンシルベニア州、中西部などやカナダ・オンタリオ州などに居住するドイツ系移民の宗教集団である。移民当時の生活様式を保持し、農耕や牧畜によって自給自足生活をしていることで知られる。現況はスイス、アルザス、シュアーベンなど、人口は20万人以上いるとされている。 アーミッシュとメノナイトはルーテル派とツビングリ派の信教、再組織から分かれて、スイスのチューリッヒで生まれた一派で、宗教的迫害を受けた後に、ドイツ南西部やフランスのアルザス地方に移住した。キリスト教と共同体に忠実である厳格な規則のアルハで、創始者のメノシモンズの名前を取って、メノナイトと言われ、メノナイトの一員やコブアマンは、教会の純粋さを保つために、 他のグループから離れて暮らす一層保守的な派を作った。彼の名前からこの派の人たちのことをアーミッシュという。ライフスタイルは少し違うが、目のないともアーミッシュも基本的心情は同じで、一括りにアーミッシュと呼ばれている。イエスの復活信仰の確立、ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立、主イエスキリスト信仰の確立。 終末信仰の確率については、プロテスタント・キリスト教としての信仰の確率の、歴史を参照聖書は、神の言葉という信仰の確率については、旧約聖書神の言葉として成立した聖書の、歴史を参照アーミッシュには、オルデュヌングという解律があり、原則として、快楽を感じることは禁止される。なお、オルデヌングは、各地のコミュニティごとに合議によって定められるので、 各地で差異がある。以下のような規則を破った場合、残悔や奉仕活動の対象となる。改善が見られない場合はアーミッシュを追放され、家族から絶縁される。指導者が精霊に満たされて語る言葉は神の言葉とされているので、精霊に満たされて書かれた聖書は神の言葉である。政治的には神が正しい人物を大統領に選ぶとの心情から、 積極的に有権者として関わることはなかった。しかし、2004年アメリカが州国大統領選挙では、激戦州となったペンシルベニア州やオハイオ州のアーミッシュに共和党が宗教的中退を根拠とし、支持を広げたという。彼らは専用の教会をその集落に持たず、普通の家に持ち回りで集い神に祈る。これは、 教会が宗教を核とした権威の場となることを嫌って、純粋な宗教を儀式のみに徹するためである。学校教育はすべてコミュニティ内だけで行われ、教育期間は8年間である。1972年に連邦最高裁において、独自学校と教育をすることが許可された。教師はそのコミュニティで育った未婚女性が担当する。教育期間が八年間だけなのは、 それ以上の教育を受けると知識が先行し、謙虚さを失い、神への感謝を失うからだとされる。教育内容は、ペンシルベニアドイツ語と英語と算数のみである。アーミッシュは移民当時の生活様式を守るため、電気を使用せず、現代の一般的な通信機器も家庭内にはない。原則として、現代の技術による機器を生活に導入することを拒み、 近代以前と同様の生活様式を基本に農耕や牧畜を行い自給自足の生活を営んでいる。自分たちの信仰生活に反すると判断した新しい技術、製品、考え方は拒否するのである。一部では観光客向け商品の販売などが行われている。基本的に大家族主義であり、一つのコミュニティは深く互助的な関係で結ばれている。 新しい家を建てるときには親戚、隣近所が集まって取り組む。服装は極めて質素。子供は多少色のあるものを着るが、成人は決められた色のものしか着ない。洗濯物を見ればその家の住人がアーミッシュかどうかわかる。アーミッシュの日常生活では、近代以前の伝統的な技術しか使わない。そのため、自動車は運転しない。商用電源は使用せず、 わずかに、風車、水車によって蓄電池に充電した電気を利用する程度である。移動手段は馬車によっているものの、ウィンカーをつけることが、放置上義務付けられているため、充電した蓄電池を利用しているとされる。しかし、メノナイトは、自動車運転免許を持つことが許されており、加減製品も使用している。アーミッシュは、現代文明を完全に否定しているわけではなく、 自らのアイデンティティを喪失しないかどうか慎重に検討した上で必要なものだけを導入しているのである。アーミッシュがあまり生活について語らないため謎に包まれている部分もある。写真撮影は宗教上の理由から拒否されることが多い。ただし、これらの宗教上の制限は成人になるまでは猶予される。アーミッシュの子供は16歳になると一度親元を離れて 属性で暮らすラムスプリンガという機関に入る。ラムスプリンガではアーミッシュの起きてから完全に解放され、時間制限もない。子供たちはその間に酒、タバコ、ドラッグなどを含む多くの快楽を経験する。そして18歳成人になる際に1年の間アーミッシュのコミュニティから離れた後にアーミッシュのコミュニティに戻るかアーミッシュと絶縁して、 属性で暮らすかを選択することが認められているが、ほとんどのアーミッシュの新成人はそのままアーミッシュであり続けることを選択すると言われる。この模様はデビルズプレイグラウンドというドキュメンタリー映画の中で語られている。ただし、2004年のアメリカのテレビ番組アーミッシュ・イン・ザ・シティの中でアーミッシュの子供たちをアーミッシュの居住地域から離れた 大都会であるロサンゼルスに連れて行き大学生の生活をさせると自分の人生の可能性に気づき彼らのうち9割以上が属性に出ることを選択したという出来事もある。アーミッシュの言語はドイツ語,語の一派が第二次死因推移を経た高知ドイツ語の内上部ドイツ語に属するアレマン諸語やその一方ことであるスイスアレマン語及びアルザス語などがアメリカドイツ語と融合した。 ペンシルベニアアレマン語を基本とする。しかし、現在のドイツ南西部にいるアレマン人の言語は、ペンシルベニアアレマン語の話者にとって、極めて困難かつ理解できない言語である。前日の通り、ペンシルベニアアレマン語は、アメリカ内で、上部ドイツ諸語及びアメリカドイツ語などが複雑に、融合して形成された言語であり、従来のアレマン諸語のシュバーベン方言、スイスアレマン方言、 アルザス語などの話者と会話をしても、標準ドイツ語の影響を受けたこれらの言語は、全く通じない言語である。そのため、彼らは、外の世界とのコミュニケーションのために、アメリカ英語の言語を使用する傾向がある。アービッシュキルトが有名で、着古した服の歯切れを集めて作られる。スイスを離れ、北米に移住する前に一時期イントン生活を送っていた。 フランスのアルザス地方にあるかつて銀が取れた、ボージュ山脈の谷間の村、サント・マリエオ・マインズは、現在でもパッチワークの発祥地として有名で、構図がアーミッシュ・キルトの構図に似ているものがあることも、興味深い。アーミッシュの人形も、小切れを縫い合わせた丁寧な作りである。顔に、目、美、口などが描かれることはないが、アーミッシュの少女は、 人形を我が身の分身のように大切にするという。音楽は楽器を所有したり演奏したりすることが禁じられている。理由は個人を引き立て、虚栄心を煽る。可能性があるからである。歌は聖唱である。これも個人を引き立たせることを禁じているからである。一曲歌い終わるのに15分くらいかかるものが多い。アーミッシュは早いよりも遅いことに価値を見出しているからである。 アーミッシュでは独自の農業を行いほぼ完全な自給自足の生活を送っている。農業は農薬や化学肥料を全く使わず、アーミッシュの農作物は市場では高値で売られ一部の高級ホテルや高級レストランで重宝されている。2006年10月、ランカスター郡の小学校に神を憎むという男が陳入指児童や教員を銃で殺傷する事件が発生し、 13歳のアーミッシュの少女が自分より小さな子供に銃口が向けられた際に身代わりとなって射殺され、その妹も銃撃された。その後彼女らの祖父は犯人に恨みを抱いていないことを表明し、犯人の家族を葬儀に招いた。その独特の生活様式は1985年のアメリカ映画ケージジョンブック目撃者で取り上げられた。ハリソン・フォード演じる 主人公の刑事が偶然殺人事件を目撃したアーミッシュの子供を守るため、アーミッシュの家庭に身を寄せるうちにその母親と恋に落ちるという物語である。しかし、必ずしもアーミッシュの人々の中ではこの映画は好意的に受け止められていないようであり、実際は共同体外部の異性と恋愛をすることは現在でも皆無とされる。また、 アーミッシュが多く居住するランカスターはスリーマイル島から南東に 40km ほどに位置しておりスリーマイル島原子力発電所事故のような技術災害が技術自体を好む、好まずに関係なく社会全体に影響することの代表例として知られている。ありがとうございます。